吉田さん、昨日ですね、ズームで対談をしたんですけども、えー、実はね、私の即課塾の塾生さんで、そうですね、半年ちょっと前ぐらいに、1年にもなってないんですけども、即課塾来てくださった方がいて、その方がサラリーマンでね、副業を探してるってことで、YouTube 使って何かやりたいなとかいう中でですね、YouTube の少ない再生数でも売り上げを上げていく、まあ、そんな商材を、教材をですね、 その方が買ってくれたんですよこれ1月にスタートした3ヶ月の限定版だったんですけどもねで3ヶ月のカリキュラムをこなした後その方はあの少ない自分の YouTube の再生数でもってですねまあ私もズームライブでティーアップはしたんですけどもその少ない再生数の中で自分のコンテンツこれを紹介することができてで、えー、結局ですねそちらの方に入金も込みで参加される方が3名できたそうなんですよね。 で、その3名の方と共に、これからは頑張ってやっていこうと思います、みたいな感じで、昨日のズームライブは終えたんですけども、あの、やっぱりね、その方も言われてましたけども、あの、みっちりと私はサポートができます。で、今3名の方がいるけども、これがやっぱりいっぱい増えちゃうとね、さすがに細かいサポートできなくなります。私もサラリーマンなんで、1日の半分はそっちの仕事やってます。ってことだよね。でも、今の人数だったらみっちりやっていけるんで、 少ないうちに参加していただいたらと思うんであと5名の方はねなんとか面倒見ていきたいと思いますということで合計8名の株スクールを運営することになるそうです夏にねなんか大きなイベントを組むみたいでそれに向けてこれからいろいろとサラリーマンしながらやるそうですけどねという感じでね再生数が少ないってのは悪いことばっかりじゃなくってやっぱり普段の YouTube の再生数が10とか20だったらどんなにしっかりと募集かけても50人の方がね 自分のコミュニティに入ってくる有料のコミュニティに入ってくるってことはないんでサポートの責任はやっぱり果たせるでしょうね。で自分の力量だったら3人はまあすぐにスッと入ってくるだけどもあと頑張って5人増やして合計8名ぐらいだったら今の水準でやっていけるんじゃなかろうかっていうのがね、まあ、非常に説得力を持ってお問い合わせにもつながると思いますしで昨日も私対談しながらねすごいたくましいなとかね頼もしいなと思ったのはまさか自分がね半年前 こんな風に株のコミュニティやるなんて思いもしなかったんでほんと即家塾入ってよかったっていう風にね、えー、言ってくださって、うん、でもこういうことなんですよねきっとねまずは一人のリーダーになっていくっていう吉田さんも言われてますけども一人の人を導く方法が多くの方を導く方法でありで株のスクールを運営しながらいろいろ気づくことがあったらしいんですよ自分はこういうやり方で問題を解決したからあなたもどうですかっていうアプローチも悪くはないんだけどもやっぱ人ってみんな状況が違うんで あのいろんな方のトラブルそしてそのトラブルからどういうふうに対処してきたかってことを自分の体験じゃないんだけども人の体験としてたくさん知ることによって人に対するアドバイスの裾野も広がるっていうねだからカブスクール運営していてててていい一番自分が育てられてるなななってこととを感じじたんんゃないかなと思うんですよあそういう意味でもね情報発信するっていうのはものすごくいいことばっかりで。 あの自分の顔をさらしてね、名前をさらしてデメリットがあるっていう考え方もありますけども、デメリットもあるけども、それを無視してもいいぐらいなメリットがたくさんあるんで、私はね、情報発信をまずすることだと思います。その上で、まあ、情報商材を売るなりね、自分のコミュニティ、オンラインサロンにつなげていくないって、もう無数の展開がありますんで、で、このノウハウっていうかね、ノウハウ等でもないけども、このやり方を身につければ、今ね、年収が低くて困ってる人もみんな上がると思うんですよ。 で自分の一番得意なことでコミュニティ作るんでそれこそプラモデルの上手な作り方でもいいと思いますしねあの自分はいっぱい本を読んできたからあのどんな本を進めたらいいかっていう本のソミュレーになるとかねそんなのもあると思いますし卓研の資格を持っている方は独自に卓研の受験講座を持ってもいいと思いますしねまだまだなんかこう昔野球やってた野球を YouTube で教えますみたいなねやっぱりこうプロ野球の選手が直接は教えてくれないですけども でもプロ野球の選手がどんな練習をしているのかってことぐらいはあー YouTube の視聴者さんね少年とかに教えることできると思いますんで本当に自分の道を自分で開けるいい時代になったなと思いますあと逆にですねあの本当に自分は冴えてなくて稼ぎもないし引きこもってて大した趣味もないよみたいな内々尽くしの人もなんかね自分がものを持ってないってことによってカリスマになることもできるんじゃないかなとだからものすごく何 平均に収まってなない人はそれがどんな方向であろうともね、まあ、言ってみれば落ちぶれてる人でもそこにはちゃんとマーケットが存在するんだろうなと思いますね。うん、だからこれからもね自分だけのマーケットを自分で作っていくっていうことがあのライバルもいないしすごくいいんじゃないかなと思います。まさにねいやあのライバルがいないっていうかね今回 FX の講座は私もやってますけどもじゃあ他の FX の塾と天秤の人っていないんですよね。株スクールも同じでですよ天秤で じゃあこっちっていうのじゃなくてもうたまたま YouTube ずーっと興味があるから見てったら株スクールっていうのが始まったり FX っていうのが始まったりとかしてうわどれもこれもいいなぁと比較検討するものもないしよしじゃあこの人は普段から発信がねものすごく自分の心に合ってるからこの人と一緒にやってみようかなっていう,うねまあそういうふうになれるんじゃないかなとうん、まあ、だからねなんかこう こっちのスクールとこっちのスクールで天秤にかけてっていうのはなんか今極端に少ないんじゃないですかねプロダクトロンチがもう死滅しちゃったってこともあると思いますけどもだからいよいよね変な人は去っていって真面目にまともにやってる人しかこの情報のね業界のマーケットには残ってないんじゃなかろうかっていうふうに思っちゃいますねとはいうもののまた何が来るか分かりませんねまあというような雑談でございましたいし